海北塚古墳は大阪府茨城市西福井にある古墳。形状は円墳と推定される。大阪府指定史跡に指定されている。大阪府北部、北雪山地から伸びる大地の南端に築造された古墳である。現在までに墳球の大部分が作平されているほか、1909年1935年に副葬品が出土している。墳形は明らかでないが、 円形と推定され、現在は大きさ25メートル、高さ1メートルの高まりのみを残す。主体部の埋葬施設は片袖式の横穴式石室で西方向に開口する。大型石室であり、原室内部には緑泥変岩性の箱式石棺が据えられ、石棺の内外から多数の副葬品が検出されている。 この海北塚古墳は古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と推定される。三島地方西部では南塚古墳、青松塚古墳に続く主長墓に位置づけられるとともに、豊富かつ秀逸な服装品の湿度、和歌山県付近産の緑泥変岩の使用の点で注目される古墳である。古墳域は1970年に大阪府指定史跡に指定されている。 石室主体部の埋葬施設としては、片袖式横穴式石室が構築されており、西方向に開口する。石室の規模は次の通り。原室内には、中央部に箱式石管が据えられる。緑泥変換性で、6枚を組み合わせて構築される。この石管の内外からは1909年1935年に、多数の副葬品が出土している。 バグ合詞文教版東京国立博物館展示。末木小持足つきつぼ東京国立博物館展示。1909年1935年に出土した副葬品は次の通り。現在では出土品は東京国立博物館で保管されている。ありがとうございます。